シンガーソングライター松任谷由実66が大晦日の第71回 NHK 紅白歌合戦午後7時30分に出場することが発表された。松任谷の公式サイトは22日今こそ歌おうみんなでエールをテーマに掲げる第71回 NHK 紅白歌合戦にユーミンの出場が決定しましたと報告。名曲守ってあげたいを歌唱する松任谷は、私のことだから一筋縄な出方はしませんよ、今から張り切っているのでどうぞ楽しみにしていてくださいねとメッセージを寄せた。松任谷は今年自身と縁のあるアーティストたちが歌う動画みんなで優しさに包まれたならや8月に放送されたライブエールに出演するなど NHK ウィズコロナプロジェクトみんなでエールへ積極的に参加していた。また10月から放送された番組みんなの応援村77億人笑顔プロジェクトで守ってあげたいが使われたことから同楽曲を紅白で初歌唱する。